アミル・アリアック・バリは、イランのレスリング選手、総合格闘家。テヘラン州、シャフリアール出身、AKA タイランド所属。2009年、レスリング世界選手権のグレコローマン 96kg 級で3位となり、銅メダルを獲得。2010年、レスリング世界選手権のグレコローマン 96kg 級で優勝を果たし、金メダルを獲得。2012年、 ロンドン五輪へ、グレコローマン 120kg 級の金メダル、最有力候補として挑んだが、ドーピング疑惑により出場を断念した。2013年、レスリング世界選手権で2度目の優勝を果たし、グレコローマン 120kg 級の金メダルを獲得するが、同年12月に、フィラがアナボリックステイロイドの陽性反応が検出され2度目のドーピング違反があったとして、 アリア・クバリを永久追放処分とするとともに、金メダルを剥奪した。2014年、総合格闘技転向を表明し、マイク・スーイックのコーチの下、AKA、タイランドでトレーニングを始める。2015年10月31日、総合格闘技デビュー。2016年9月25日、リジン初参戦となった、リジンファイティングワールドグランドプリー2016。 無差別級トーナメント開幕戦で行われた無差別級トーナメントに出場し、1回戦でジョアン・アルメーダに TKO 勝ち。同年12月29日のリジン、ファイティングワールドグランドプリー2016無差別級、トーナメントセカンドラウンドで行われた2回戦で、キースヒーリングに判定勝ち。同年十二月十一日のリジンファイティングワールドグランドプリ二千十六無差別級、 トーナメントファイナルラウンドで行われた準決勝でワレンティン・モルダフスキーに判定勝ちを収め、続く決勝でミルコクロコップと対戦するも、小牧良き市準優勝となった。2019年6月、アリアクバリが契約していた赤に保証金を支払い契約を解除し、UFC と契約。赤は事前団体に受け取った保証金を寄付している。二千二十年八月、 UFC で試合を行わないまま契約破棄となり、ワンチャンピオンシップと契約。UFC と契約破棄となった理由は、公表されなかったが、アメリカのイランに対する経済制裁により、UFC でのファイトマネーを母国イランへ送金するのが困難だったことや、アマチュアレスリング時代のドーピング違反の影響などが報じられた。2021年3月5日、 ワンチャンピオンシップ初参戦となったワンチャンピオンシップフィスツ・オブ・フューリーにで漢字音に小負け。ありがとうございます。